みんなで一歩入ります。やっぱりいいですね、ピッチがいいですか。緑がこうあるっていう、走り出したくなる感じです。もう皆さんに見ていただいて、うん、まあ、また見に行こう、今度スタジアムに行こうって思ってもらうのが一番いいですよね。いいですね。で、結構私トレセン手伝ってた時はグラウンドを探すのが大変だったので、うん、ここが使えるようになったらいいですね。もう子供たちは大喜びで、うん、しかもこんな綺麗なピッチ、少しこっちはね、やっぱりピッチとこういうクラブハウスが一緒っていうのは、まあ、いろんなカテゴリーの選手とかスタッフがこう一緒に会するとサッカーの話も始まりますし、お互いに見合って結構いいとこを真似し合ったりとか、あと別なコーチが少しアドバイスくれたりとか、あの別なカテゴリーの選手だとこういう交友こういう関係が広がって、またサッカーの輪が広がっていくとか、なんかそういったものがなんかいろいろ広がっていきそうな、はい、感じです。プレイブストリートっていう一応会の名前についてますけど、まあ、誇りを持って、この壁にお金を寄付すると名前が載ります。私も載せたいので寄付します。やっぱりピッチはいいですね。代表選手が練習してるのをここで見れたり、そしたらあの練習の内容と試合でどんなことが変わったかとかまた話せたりとかできるかもしれないし、アンダーカテゴリーが使っててもいろんな選手を見れてより身近に感じて仲間意識が上がりそうですね。本当になんか皆さんが、ね、ファンの方々もたくさん見に来てくださったらサッカー仲間が増えそうです。